メーターを分解していきましょう。中なんか止まってんのが取れたっぽいですね。そしてん？タコメーターどうしたこれ？これどういう状態なんだろう。これ壊れてると見て間違いないのかな。ふかちゃんふかちゃん秘宝でございます。タコメーター壊れとる。はい、皆さんこんにちは。 DIY ドラクの鉄でございます。ふかちゃんの SR400 復活計画。前回ね、SR のお尻がかなりいい感じに決まったので、今回はこちら SR の顔を整えたいと思います。まず一つ目は、いたずらに遭いましてヘッドライトが割られてしまっておりました。で、とりあえずもうその割れたヘッドライトはもう捨てちゃったんですけども、代わりにこれが届きました。新しいヘッドライト、新品ではないんですけども、かなり程度のいいヘッドライトでございます。これを取り付けることと、これが今回のメインの作業でありますね。スピードメーターとタコメーター、こちらね、教えていただいたんですけども、一番初期のものではなくて、このインジケーターがついてるから初期の次の2型になるのかな、のメーターらしいです。で、こちらがね、ご覧の通り結構傷いったりとかへこんでるんですよ。で、ふかちゃんがこのカバーをなんとかしたいということでね、こちら新品？オークションちょっとわかんないですけども、メーターのカバー送ってきてくれました。で、これとこちらですね、このゴム、何のゴムかと思ったら、これ、ここのゴム、劣化してるゴムを注文してくれたので、これらの部品を使ってね、このメーターをちょっとね、綺麗に直してやりたいと思います。で、このメーターが直ったら、これを取り付けて、これ最初ライトでしたこのステ、これでヘッドライトを取り付けて、あとはこれミラーとかもろもろ、これもあった、グリップもあった、ここら辺の部品をね、取り付けまして、今日はこのフロントマスク、 SR のお顔を取り戻していきたいと思います。はい、とりあえずまずはね、こちらのメーターを直していきたいと思いますが、ちょっとまずじっくり見てみましょうか。初期の状態でございます。こんな感じ、このゴムがこれ溶けちゃってるんですかね、経年劣化で。もうデロンデロンになっておりまして、で、裏側はというとこんな感じ、メーターのカバー錆びているんですけども、もうそれ以上に結構ボコボコになっちゃってるんですよね。このステーブはまあこれは別にいい、大丈夫だとしても、よっこいしょ、こっちがわかるかな、こうやっぱ転倒した時の傷でしょうか、結構ボコッとへこんじゃってるんですよね。はい、そして送られてきたカバーがこちらでございます。はい、中身こんな感じ、裏返すと、おー綺麗だすごい、へこみもなく、そしてもうサビもなく、ツヤッツヤでございますね。これ取り付けたら全然イメージ変わるな。そしてあと取り替えるのがこちらでございます。これ中に入ってるゴムですね、これちょっと現段階でどう取り付けたらいいのかちょっと分かんないんですけども、まあこれ中身をねバラしてみたら分かるでしょう。それでは早速作業に取り掛かっていきたいと思います。はい、それではメーターを分解していきましょう。これ何せやったことないのでちょっと不安ではあるんですが、一応これくっついてるわけじゃないですね、これ別々ですね。っていうことは、まずこのステーだな、多分こうやってまず分解していきましょう。これはまあ難しいことないかな。これで多分スピードメーター、タコメーターが分解できると思うんですよね、バラバラに。カッ、ん、なんでこんな硬いんだ、せーの、おお、バキッていったぞ、なんか今共回りしてるかな。これ中のボルトが、あー、中のこう止まってるのが取れたっぽいですね。おーっとっと、そしてん？タコメーターどうした、これひょっとしてタコメーターもやばいかな。ひょっとするとこれでタコメーター取れました。これ結構簡単かな、あ、簡単とか言っちゃうとまたフラグ立つな、うん、難しそうかな、うん、気をつけて作業していきましょう。これで取れる、これセンターのインジケート、これはまた後で移植すればよし、これ OK だね。そしてこれは次これですね、こちらのナットを取れば多分ボコッと取れるんじゃないかなと。取れたら多分中身入れ替えりゃいいんだけど、まあスピードメーターがいっていいのかな。じゃあスピードメーター分解していきましょう。このカバーとこのゴムだね、これを交換すればよしという OK で、 8mm、 これか、ほら結構硬いね、怖いね、落ちるかと。これ
で、ちょっとこれはこっちにしとこうかな。うん。どうしようかな。全部納豆か。あとで買ってこようかな。これで、このゴムか。だね。ゴムがありまして、こちらゴム。これ取って、で、これが、ボコッと、いくね。いきますね。取れました。取れたー。動きたね。ちょっと慎重に、配線切っちゃったりとかしないように。取って、これでカバーが取れました。おお、すごいことになってる。そしてこれがメーターの中身で、これですね。これ、どうなってんだ？このノブを取って、で、このゴムを入れ替えれば、OK。で、これどうやって外すんだろう？回すと、また動いて逆回し。あ、抜けそう。逆回しでいけそうですね、これ。取れましたこれが取れたら、これが外れると。OK ですね。よしよし。これで一応交換の目処は立ったと。ただ汚いね、これちょっと。どうしよう、ちょっとこれ綺麗にしましょうか。すんごいね、こんなに劣化するんだ。よし、じゃあとりあえずお疲れ様でした。インジケーターね、これね、ポロッと取れるかと思ったらポロッと取れない。これネジ取って開けると、わ、電球が入ってて、これよいしょ、取れれば取れる、とこれで取れ、あ、こっちについてんのか。これでん、これはどうなってんの。入ってるだけ、入ってるだけか。こうなってんだ。ちょっとこの捨て、せめて色を塗りたい。あー、取れた。はい、取れました。これちょっと後で綺麗にして色塗っちゃいましょう。汚ねえな、汚ねえな。これもちょっと拭いてどうこうなるのかな。ちょっと後でシリコンスプレーかなんかで拭いて綺麗にしていきましょうかね。一応これで概ねばらけたかな。そしたらどうしようかな。まずこれちょっと塗っちゃいます。これ見えるかな、割れちゃってる。これはそのかけらなんですけど、ここでね、これですよ、アクリサンデー。困った時のアクリサンデー。よいしょ。これで ABS だよ。この割れ目にこれをちょっとこれでくっついてくれるといいんですけどね。入れまして、ちょん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 入れて、でこいつを抜けちゃう。そしてまたこれを注入、ついてくれるかな。あ、いけそういけそう。なんかくっついたって。で、ここにもね、うまく映るかな。すごいひびが入っちゃったんですけど、これでくっつけちゃう。アクリサンデー便利ですよ。これもふかちゃんで教えてもらったやつですからね。恩返し恩返し。OK かな。ついてくれました。よし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 。ですね、私の真上の天井にちょっとセミがおりまして、ちょっとここから賑やかになりますよ。これ、さっきステーに色塗ったので、ちょっとね、構造を忘れないうちに戻します。不安なんですよ、その置いとくのが。ほんとハマるだけなんだよね。ね、よいしょ、ギュッとギュムッと入れました。で、これをこうか、これでこうでしたよね。こんな形だよね。で、ここがネジで止まると。ちょっと1個電球足んないから、これ買っとかないとね。よいしょ。これで
こいつが上につくと、ずれてないよね。これで、OK だね。よし、ネジで止めていきましょう。タコメーター忘れてました。だけどこれなんか中が怪しいですね。でも前タコメーター動いてましたよね、エンジンかけた時にね。これもしダメだったらちょっと中身を変えないといけないかもしれません。開けてみりゃ全てわかる。よいしょ、開けてみようかな。どんな感じかな。引っかかってるね、こう両方ネジがなんか怪しいな。よっ、すごい引っかかってる。これが、取れないの。ガタンって言ったぞ。これも引っかかってるの。さあ、どんな感じか。ね、なんかいろいろボロボロ出てきた。まずこれ、これウェルドナットかな。ここに中に入ってるんですけど、多分これスポット溶接でついてるはずなんですけど、それがもう取れちゃってますね。これはまああれとして、あ、ん、これは、これはどういう状態だ。これどういう状態なんだろう。これ壊れてると見て間違いないのかな。うん、壊れてるね。ふかちゃんふかちゃん、秘宝でございます。タコメーター壊れとる。なんか折れてるっぽい。あらら、タコメーター探していただきましょう。とりあえず一回これね、形としてちょっと組んじゃいます。これ全部この劣化ゴムが、これさっきねスクレーパーで取れそうだったんだけど、剥がれるね。タコメーターこれまた調べて中身ごっそり入れ替えるかもしれないですけども、このゴムを交換しちゃいましょう。それではこれね、タコメーターの方からちょっと元に戻していきましょう。新しいカバーを取り付けます。これここでいいんだよ。あ、違うね、こっちならいいや。こっちだ、こっちの穴だ。危ない危ない。ちょっと行きまして、そしてさっきはスポット行くはずだよね。ちょっと突っかかるけど、これは先にこれ入れるのかな。先にゴム、これひょっとして取りまして、先にゴム、溝あるもんね。このゴム入れまして、どうやらこれっぽいですね。先にゴムを入れました。で、ここからスーッと入れていく感じで、これで合うかな。 OK かな。これだとこいつが入れば解決なんだけど、ちょっとずれてるっぽい気がするんだよ。あ、この角度か。これでこうかな。入ってくれ、お願いします。ん、入ってる。ん、逆いた。あ、よかった、入ってくれた。そしてこれを止めれば OK と。なるほどなるほど、ということだそうです。あとタコメーターも同じ要領でいってみましょうか。ゴムを取り付けて、やり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 、なんとかなりそうだ。はい、そしたら最後にメーターを組み立ててまいりましょう。はい、これをあとも組み立てるだけですよね。パコッとはまりまして、裏側をよいしょ止めていきます。なんとかメーターの組み替えできましたね。これを本体に取り付ければ OK と。それでは取り付けやっていきましょう。ブッシュをつけまして、メーターを取り付けてまいりましょう。おー、ついたー。やっぱ綺麗なの嬉しくなりますね。メーター取り付けできました。いいねいいね、ゴムが新しくなってカバーも綺麗になったので
おお、光っております。そしたらお次はライトをとりあえず仮組ですけどつけてみましょう。はい、それではここからねヘッドライトの取り付けをやっていきたいと思います。こちらね前なん TZR のフォークについてたライトステーなんですけど、これちょっと使ってみようと思うんですが、フロントフォークはちょっと細くなるのでこちらのねゴムをちょっとかましてちょっと太さ調整をしていきたいと思います。ではやっていきましょう。よし、置いてみましょう。ヘッドライトなんか本当もっと配線でぐちゃぐちゃなんですけど、まだメインハーネスはまた後日ちょっとやるんで、とりあえずヘッドライト取り付けます。いや今ですねこちらのやってきた集合スイッチこれつけようかと思ったんですけども、この後ろのボルトが1本足んなくてもう1本がすげえことになったりとか、まだまだ先を続きますの。というわけでちょっとグリップを後回しにしてミラーをつけていきます。はい、というわけで本日の作業完了でございます。ちょっとねウインカーはまだね仮です。仮多分ねもうちょっと上の方に移動すると思いますけども、とりあえずつけてみました。そしてヘッドライトがこんな感じにつきまして、メーター綺麗になりました。そして戻ってきました SR の顔。はい、というわけで本日もお疲れ様でございます。作業打ち止めでございます。どうでしょう、ヘッドライトがついてメーターも綺麗になりまして、でミラーもつきました。これでね SR の顔が戻ってまいりました。つってもまあこのステーがやっぱりあのノーマルじゃないので、ちょっとこうライトが前に出すぎてるんですよね。多分この長さだとあの砲弾型のヘッドライトとか合うと思うんですけど、ちょっとこれいまいちだよねということで、ただいまちょっとふかちゃんと話をしておりまして、ノーマルのライトステーをちょっと今探しております。まあ、ノーマルのライトステーにしたらウインカーとかもね一緒につけられますし、あのやっぱりノーマルの方がこのヘッドライトの光軸調整とかのステーがつくので、まあそっちの方がいいかなと。まあ、とりあえずライト周り一回これで保留いたします。前回ねこちらお尻の方を決めまして、今回この SR の顔を戻しましたので、次はこの中でございます。一つはこちらキャブレター、キャブレターと今これパネルがついてるんですけども、こちらにパワーフィルターをつけまして、であのブロワイのホースのこの還元のホースをつないだりとか、あとこれですね、でん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 、メインハーネス、ここらにちょっとぐちゃっとしたものを全部この中に組み付けて行きたいと思います。なんか次回はねそんなに見た目変わんないです。地味な作業なんですけども、すごく重要な、まあなんだ、人間で言えばこの背骨っていうか神経、脊椎の方のね組み立てをやっていきたいと思います。で最後あのサイドカバー取り付けてこうパコッとカバーできれば、いよいよもって見た目がね普通の SR になってしまうというね、作業を進めれば進めるほどノーマルに近づいていくっていう、なんともこういうのも面白いもんですね。まあ、一つ一つ楽しんで作業をやっていきたいと思います。次回はそんなに見た目が変わりませんけども、このバイクの神経をいじるので重要な作業となっていきます。というわけでまだまだ頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。